今日は明日の準備配信。さあ明日は生誕祭だ。やったー。どんどんパフパフ、どんどんパフパフ。まあツイッターにも更新させてもらいましたが、意気込みとしてはあんな感じでございます。もう6年目にして初の声出し生誕祭でございますよ。すごいね。え、違ったらどうしようってなってるんだけど。そうですよね。明日来てくださる方よろしくお願いします。楽しもうね。よいしょ。爪を。ギフトもありがとうございます。楽しみ。レイちゃんも復活ということで嬉しいね。すいません、爪切りの音が入ってるんですけど、使用です。あなたの端末は壊れていません。ご使用の端末は正常です。ホラーじゃないです。1枚とかのホラーじゃないです。安心してください。爪切るときちょっと爪の方しか見れないな、よいしょ。もろもろ準備がね。いや、そう、サイン生写真もさ、ついこの間まで書いててさ、ついこの間っていうか一昨日とかの話、あ、昨日か、昨日まで書いてて、そう、公演もねあったりしたんで、ちょっと休みなくって感じだったんですけど、今日も言うて予定詰まってたからな。この後お風呂に入ってしっかりマッサージとかしようと思います。よいしょ。とりあえず爪をね、まずちょっとまず一個一個やっとこう。最悪寝る時間が短くなっても、まあ最悪まあみたいなとこあるんで。やばい、スピーチやばい、スピーチ何も考えてないわ。ちょっと待って、どうしよう、スピーチ何も考えてないわ。やばい、やばいわ、やばい。お風呂上がりに切った方が切りやすい。まあ確かにふやけてね。でもだってネイルさするからさ、夜寝る前にネイルしたらさ、あれやん、こずれちゃうやん布団で。まあ風呂入る前にネイルしても、まあでもこの今日つけようとしてるのはちょっとね、赤にしようか迷ったんですけど、ちょっと他の都合で赤だとちょっと落とさなきゃいけないんで、すぐね、そうそうそう、仕事の都合でちょっとあのいつもの色にします。最近よく使ってるあの別スタイル、これですね。あ、こちらハワイで買ったゾウや、なんなんこれ、ゾウやピクセルダスト。これめっちゃ本当に大好きで、マジこれ本当に塗るだけで可愛い。これの赤もあるんですけど、ちょっと生誕祭でつけようかなって思ったんだけど、ちょっと1日で終わるのはちょっとなと思って、すぐ落とさなきゃいけなくて、またこうこの塗る工程をやるにはちょっと私そんな元気はなかったので、よいしょ、諦めましたね。すいません。足の爪も切りたいんだが、やばいよ、爪を切る時間すらないことはないんだろうけど、なんかちょっとめんどくさくてさ、だからこう生誕祭の前日にこうなってるんですけど、
いやそう、手紙で書こうと思ったんだよ、スピーチ。ちょっとそれどころじゃなかったんだよね全然それどころじゃなかったのよ。だから後回し、スピーチは。よし、大丈夫、絶対スピーチは来るのでこれ爪切り音です。いのはいつもプロットを頭の中で作ってそれを話してるだけですね。だからメモとかもしてないんだけど、まあスマホで箇条書きとかしようかな。それで話したいことをまとめて、この言葉は言いたいとか、この話はしたいとか、あとはもう日本語のその時の流れに任せるみたいな状態になるかな、いつもだったらね。そんなさ、長くされても困るでしょ困る人の方が多いでしょ。帰れ、だって次の日土平日だぞ、火曜だぞ火曜、次の日月曜日より結構さ、スピーチ最長記録伸ばしてほしい。無理だって、30分話さなきゃいけないよ。この前のリカさんがいるんだから30分話さなくちゃいけないですよ。さすがにでございます。足の爪を切りますなんでや。そう、ね、次の日始発で帰るのみんな。宿取って、まあでもさ、生誕祭終わりさ、そそくさと帰らないでさ、ギリギリまで、何、ギリギリまで公演劇場にいて、帰りになんか番台付近でみんなでご飯食べてとか楽しいよね。まあコロナ禍もだいぶまだあるけどね、まあ世間的にはかなり落ち着いてきて通常運転にだいぶ戻ってきてはいると思うので、みんなでそういう話ができるかもしれない。やべ、ちゃんと酒の魚になる話をしないとな津波になる話をね、あるかな。スピーチむずいな、どうしようかな。前回めちゃめちゃそそくさと終わらせたんですよ。なんか理由はいろいろあるんだけど、1年目が長かったのと、あとまあ二十歳なんだけど二十歳あまりにも過ぎてて、もう21になるからっていう、うん、理由だったんですけど、まあ、その21になって今何をしようかという話でございますね。まあでもね、遠くから来てくださる方とかもさ、東京とかもさ泊まんなきゃだもんね。4連休ってこと？新潟で美味しいもん食べようぜ。よいしょ。どこが一番遠いかな。全メンバーに感謝の気持ちを伝える30分いくね、それは。やべ、よいしょ。いいんか、逆に生誕祭で。もうそれはもう私はもう裏でやるわ、卒業公演でやるわ。じゃあやんないやんない、卒業の時ならありだけど、嬉しいけどね、嬉しいもんなんだけど、みんな本当に帰れなくなるからやめるわ。でもね、正味ね、正味っていうか正直手紙はマジで予想ついてなくて、うん、去年も
一昨年も、まあ、去年も一昨年もって今年も一昨年もなんですけど、両親だったんでちょっと予想つかなくて楽しみですね。先に足塗っちゃおうかな。よし、マニキュア塗り塗り。誰だろうね。よし、マニキュア塗り塗りタイム。楽しみだな。誰だろう、マジでわかんない。なんかまあメンバーもまあありだな、ありだなっていうか、あるそのありだなっていうのは予想としてね、まあメンバーそろそろ3年目だし、生誕が、まあメンバーっていう線もあるよなと思いつつ、なんかメンバーって考えるといろんな人が思い浮かぶなとか、まあ妹もあるよね全然。大穴リカさん、リカさん私にもう言うことないでしょ今度現場一緒に行こうねでしょ、連番しようね。優しいな、それはそれで。ちなみに私歌い手さんはあの守備班以外なんです。あ、守備班以外ってほど知らないけど、歌い手さんはそんなに私現場行ったことないですねそう、ちょっとあの場で否定はできなかったんであれだったんですけど、動画は見るけど現場コンサートとか行ったことないですね。行ってみたいけどね、普通にアーティストとして。あ、まあ Ado さんとか行きたいな、コンサートとか。アハさん同い年だからな、友達になりたい。 Twitter に前かやべ、チャット5分前ですね。送ろう、ちょっと Twitter、 まあ今現在 X ですけど、よいしょ、同い年で絶対に趣味一緒で絶対に気が合うと私は自負してるんだけどあの本当恐れ多いんですけど、でも本当に絶対にそうだ、自信があるのね。マジで同じ道をたどってきた同じオタクだと本当に自負してるんだけど、だから友達になりたいっていう、それをね Twitter で書こうかと思ったけどやめたって話があります。いつか書きます、じゃあプロセカもやってるし、アニメもそこそこ知ってるし、まあ何よりボカロオタク、そしてニコニコ動画、 3DS のニコニコ動画からうごめもに入ったっていうのは完全にあまりにも一緒で、私って思うぐらい一緒なので、本当に本当に友達になりたい。ネイルしながら言うことじゃない、うん、本当に友達になりたい。トップ4では誰推しなの？あのね、トップ4はね誰推しとかあんまないんだよね。
一番動画見てるのは牛沢さんかな。ウッシーですね。おもろいですね。でも全員見てるよマジで。4人実況も見てるし、全部全員全部の動画は見れてないけど、さすがに長いからね。でも牛沢さんの動画は30分で見やすいから、ここ数年は毎日見てる。だからでもね、いっちゃん最初に見たのはレトさんだったかな。いっちゃん最初に見たのはレトさんの青鬼かな。青鬼じゃないわ、イブイブ。青鬼はキヨさんの方だ。あんまキヨさんをさんって言うことないだろうけどちょっとあくまで公の電波なんで。トップ4ね、おもろいんですよマジ。これは本当に前にも何回かやったことあるけど、マジで男女老若男女、あ、まあ、ちょっと子供にはちょっとあれですけど、老若男女問わずおすすめしますね。もともとヒノがゲームを自分でそんなにやってない時のゲームの情報は大抵トップ4か VTuber かから得てますね。今は自分でやってて、ティアキンもねそれこそ自分でやってるけど、やっぱり時間がないとゲームってできないですからね。ニコ生から見生から見てたのかもしれないいつからだろうな。でも全然加入前からずっと見てたな。もともと YouTube をねよう見るようになった時から見てますね。だからオタク、なんか俗に言うオタクではないんだよね。グッズをそんな集めてる、あ、まあでも T シャツとか買ってたりするけど、めっちゃデザインが良いので、だから買ってたりするので、マジリカさんとお揃いになることあるんですけど、ちょっとなんか私左手に塗り始めてますねいつの間にか塗り始めてた。着心地がいいのでおすすめ。あ、もう全然売ってないわ今。みんなもトップ4見よう。おすすめは何かな。やっぱジェイソンじゃない。13日の金曜日、あれは代名詞みたいなもんですからね。ちなみにトップ4っていう名称ももともと自分たちが冗談で自画自賛して言ってるんですよ。13日の金曜日トップ4の皆さんこんばんはって、それがいつの間にか広まってて、もともとガレキウシって言われてたんですけど、いつの間にかトップ4が公式名称になってましたね。オールナイトニッポンとかやってますから、すごいんですよ。マジで箱で押せるので、てか動画が普通におもろいので、なんか結構さ推し
推しっていうのってよく女の子が使うイメージがあるんだよね。なんかまあうちの界隈で言ってもすごいあれですけどなんか女の子の方が、まあ、特に若者の話かな、若い女の子が推しが多いイメージがあって、別にみんなのこと若くないって言ったわけじゃないよ、別にみんなのこと若くないって言ったわけじゃないよ、違うよ違うよ、そんな泣かないでよ、泣かなくていいじゃんうん、何でしたっけ、まあでもそうなんですよ、 VTuber もそうだけど女の子が推しができやすくて、推し活もいっぱいするタイプの子が多いんですね。グッズ全部買うとか現場全部行くとか、特にインターネット文化ってそうなんですよ、歌い手さんしかり、もうゲーム実況しかり VTuber しかり、やっぱ女の子のファンの方が目立つの、どうしても。なんだろうね、リプもそうめっちゃ泣いてる。別にそれはそれがダメなわけじゃなくて、まあなんかそういうとこあるのよ、若い子は特にね。で普通にまあ一般的な女子男子の話なのかもしれんが、でその分動画系って男子はおもろいものを見るんですよ、単純におもろいもの、見て面白いものを見るんですね。でもちろんそこからオタクとして発展していく場合ももちろんあるんですけど、そうそうそう、大抵女の子はうーん好き憧れみたいな気持ちが多くて、男の子は面白いか守りたいが押すきっかけが多い気がするんですよね、私の持論なんですけど。守りたいは女の子に対してね、基本的に、まあ別にその辺は別にお好きにどうぞなんですけど、結構心理だと思うんだよな、もちろんそれぞれだと思うんですけど、私どっちかというと脳みそが男性なので男脳なんで、すごい後半の後者の方がねすごい思うタイプなんですよ。あんまり大体な理由でそんなに好きになるタイプじゃないんですよ、もともと。かっこいい、かわいいで純粋に惹かれるんじゃなくて、なんかその中身の人間性とか、あ、これ推しの話をしてます、ちなみに。急に来た人は何がなんだかって思うよね。そう、なんかプラス言うと仕草とかパフォーマンスとか面白さとか、そっちの方結構ね重要視するんですよね。自分の推し観念、みんなの推しはいつからなんかネイルちょっとボロボロになっちゃった。私は膝から、まああとアーティストさんの、アーティストさんってあんま推しって言わないじゃないですか。なんか好きなアーティストって言いません？なんかさ、多分ね三村ひののお宅ってそういう感じで推してる人が多いと思うんですよこれも持論なんですけど、もちろんねごく稀に守りたい、可愛い、好きって人もいると思うんですけど、なんか好きなアーティストとして推してる人がなんかまあ多いような気もしなくもなくもなくもなくってよみたいな、まあ歌からだと特にね
そう感じるので。そう。だからね、まあでも正直そっちの方がね、私はねやりやすいですよ。変にアイドルアイドルしなくていいからね。まあ唯一無二じゃないですか。で、じゃあアイドルにこだわるかって話なんですけど、アイドルにしかできない、届けられないアーティストがあるからだと思ってるんですよ。え、かっこいいこと言おうとしてるのは違うよ。違う違う違う。あの、アイドルだからこそ届けられるものがあると思ってるから今アイドルにこだわってるだけで、なんつったらいいかな、難しいなこの言葉を。そのスピーチにも取っておいてね。確かにね。いや今違う、今ただ推しの話してるだけだから、推しの推しとはについて考えてるだけだから全然大丈夫です。そうだから、まあなんかなんつったらいいんですか、キャラクアイドルというキャラクターを表現している方が近いかもしれない。表現、アイドルを表現している。いやアイドルを表現しているにしてはアイドルが王道的じゃないんだけど、なんかね気持ち的にはそうだから、別にファンの方には別にガチ恋営業をするわけでもなくガチ恋営業するわけでもなく、常にキラキラした姿を見せてるわけでもなく、今ネイル塗ってますからね。ネイル塗りながら推しとはについて語ってるだけだからね。うん、比較的。でもね、あの別に演じてるわけでもないんですけど私。でもやっぱりファンの方にね感謝っていうのはあんまり口に出さないかもしれないけど、ちゃんとしてるし、私が届けるものは全て作品だと思って届けているところがあるのかもしれない。生写真しかりね、なんかそう、多分そういう性格なんだと思う。もともと配信は配信ぐらいじゃない、あ、まあ配信とメールくらいじゃないかな。チャットはあれはもう一種の作品と言ってもいいかもしれないからね。細切れでさ、通知うるさいだろうなきっとツイッターとかインスタとかめっちゃこだわっちゃうじゃないですか。ツイッターもちょっとね、開業が気に食わなかったら消すんですよ。投稿し直すんですけど、あのツイッターめっちゃ気軽に投稿してると思うじゃん。めっちゃ計算してるんだからね、文字数とか絵文字のバランスとか見合わせしかり。文豪なので句読点の付け方とか全部意識してます。すごいでしょ。だからなんで私なんかスピーチしてる今でもさ、ショールームなんて毎日がスピーチだと思わない？ガチ恋営業楽しみ。ちょっと待って、何の話を聞いていたんだい。君は一体何の話を聞いていたんだいガチ恋営業してね辛くなるのは自分とみんなですよ。私は基本的にみんなに辛い思いをさせたくないので、そういう選択は取らない。あのそれは別にあれです、あの スキャンダルがどうこうとかじゃなくて、なんつったらいいかな、
みんなには叶う夢を見せてあげたいんですよ私。あーかっこいい。そうアイドルって叶わない夢を見せるのは仕事かもしれないけど、三村ひのは人生において叶う夢を見せてあげたいんです。だからこれスピーチで話せばいいと思うんだけど、でも今思いついちゃったからさ。だから私の中のアイドル信念はそう、アイドルっていうか表現者としての信念はそう。うわースピーチで同じこと言おう、やば先出ししちゃった。でもだって今思いついたんだもん。あの今思ってますね、今そう思った、今そう思ったっていうか今言葉にして思った、今スピーチ作ってる、もしかして私今ネイルしながら。ああそうかもしれないわ。頭のねみんなへの気持ちを整理してるわけですよ。そうだから別にガチ恋営業が悪いとかそういう話じゃないですよ。うん全然そんなわけはなくて、それは可愛いし、アイドルとして王道なので良いなと思いますが、だって私が急にさ、あやばい、なんだろう、なんだろう、思いつかないもんね。だって萌え台詞がもうダメですよ、向いてない向いてない。急にさ私がさ、ひなのことしか好きじゃなきゃ嫌だよみたいなこと言ってもさ、あって言うじゃんみんな。てかあって言って、あって言って、はって言ってほしい、むしろ。はって言ってほしいよね、もうそういうのでいこう。しちゃった。絶対に言わないからな、絶対に言わないこと選手権 MC のネタ、まあ明日の MC とみんなの髪型をね考えないとね。この前の公演でね、髪型どうしたらいいみたいな言ってくれてて、ちょっと悩んでたんですけど、まだ思いついてなかったな。せっかくならそれぞれ可愛い髪にしようかな。でも悩むな、みんなのインスタ見ようかな。愛しかなくない？適当じゃなくてさ、それぞれさみんなのインスタを見てさ、んーこの子はこの髪型がいいかなっつって。あなんかでもちょっと新しいのに挑戦してみたさもあるよな、みんなそれぞれこの髪型やってほしいなみたいな。まあそれもあるな、やばいどうしよう、悩むな。やばい、もう今日が終わるよ、明日になるけどどうしよう。
自分の髪型も決めてないね決めてなかった。でもメイクさんにちょっと相談しながらやろうかなって思ってるよ。控えめエメラルドグリーン、赤が良かったんですけど、ちょっと別の仕事の影響で次の日ちょっと赤はちょっと私が嫌だったのでこれにしました。どうしよう、まあ、みんなに目耳を生やすとかね、かわいいっすよね。でもまあちょっとやんないかな。何がいいかな。ドラムメモの時はね、みんなにみんなのイラストで描く紙をしてもらったりとかしたんです。どうしよう、悩む、待って悩む。ちょっとおもろいな。でも10人いたっけ、うちいたか。4、4、8、あ全然いるか。ちょっとおもろいな。結構おろしが多いからさ、意外といけんじゃない。8、8、9、10、みんななこう前髪に個性があるんだけど、わあちょっとおもろいな。待って、ちょっとおもろいわ。待って、考えよう。意外とね、意外とそんなに違和感ない。ちょっと割り当てようかな、10人全員それぞれメンバーに。10人となるとひのちゃんも入ってる。確かにひのは入れないです。みんなにちょっとそれをアレンジしてもらうってのはありだな。ちょっとありだな。ネイル塗り終わりました。オペを開始します。やばい、どうしよう。あ待って、いやでもさ、結構プロセカのデフォルトのヘアアレンジって結構おろしとかが多いんだけど、わかった分かったよ。あれにしよう、ガチャで出てくる期間限定髪型の方を採用しよう あ、プロジェカのアンケート、アンケートいつまで、待って待って、アンケートいつまで、アンケート23時59分までだ。待って、やんなきゃプロジェカのアンケート23時59分までだった。やらなきゃ、絶対やらなきゃ。お風呂でやろう。絶対忘れんなよ、私絶対忘れない。ちょっとでもプロジェカね、最近できてないんですよ、賞味本当に。ストーリーが全然読めてなくて、今まだね、ねねちゃんの箱いべでまだ終わってんですよ。楽しみ、ちょっと待って、まずミク、ミクから見ます、ヘアスタイル。あー、このね、メモリーズガイディングスタイル、いやこれ似合う子はそうそういないけど、でもちょっと短め縦ロールかできる子いるかな、似合いそうな子。ここで言っちゃうとね、ネタバレになっちゃうんで、うん、りんちゃん、
あ、悪の娘ね。ああ、このツインかわいい、このツインかわいいよな。これ誰か、これミユとか似合いそうだけどな。これミユ似合いそうだけどな。ちなみにヘアアクセはどうやってつけてるっけ。でかっ、ヘアアクセでかっ。みゆみゆ候補ですね、これ。むずいかな、踊ったら取れるかな、もしかして。待って、レン君はちょっといらんわ、ちょっと一旦いらんわ。ルカネ、わあ、これマリナさんやってほしい、このあれ、あっちのあれのルカネやってほしい、悪の娘の悪の滞在コラボのルカネやってほしい、これ。これマナとか、マナ今髪の毛どんなんだろう ショートすぎるか、こんな短くないか、マナ今わかんないな。カイトさん別に見なくていいわ。ちょっと待って、そう、パッて見てキャラクターで考えよう、ちょっと一回ね。むずいわ、ちょっとむずいわ。桃井愛理はちょっとカホっぽいよな。この今の長さって三つ編みできるのかな。こっちの方が似合いそうだけど、やべえ、楽しくなってきちゃう。ちょっと待って待って、うわ、このさ、このさ、しずく姉さんのさ、ファシネイティングアイドルもちょっと誰かやってほしいな。こういうタイプのちょっとファッファッシャ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 みたいなやつ。レイちゃんあたりに小羽やってほしいな。みのり、待って、10人だよね、誰10人ちょっと待ってレイナさん、マリナさん、ハル、ナナミ、カイリ、ミユ、ハル、ナナミ、カイリ、ミユ、マナ、カホ、ユーハ、ヒノカ、そうっすね、悩みますね、どうしよう。うわ、やばい、悩む、ちょっと待って、やばいやばいやばい、決まるわけがない、今決まるわけがない。あ、でもこれかわいいな、これ誰かやってほしいな、このスマイルドラで、さきちゃんの一番最後のやつ、これ誰かやってほしいな。てかちょっと推しを見よう、推し、かなでちゃん、かなでちゃんとかの推しを見よう、推しを見よう。推しの髪型分かりづらい、推しの髪型長すぎる、
推しの髪型長い。なんかちょっと帰りが見つかってないな。帰りにぴったりな髪が見つかってない。推しの髪型が見つからない。ちょっとでも瑞希ちゃんみたいなのもやってほしいよな誰か。普通に横ポニー的なね。あ、ヒノ、これやってほしい。このハビが赤っぽ、あけぼの香る乙女の羽衣。あ、この髪ちょっと、あ、カホこれ、あー、うーん、どうだろうな。この乙女の羽衣誰にしようかな。誰がやってほしいな、これ。誰だろう。決まって、人の方が決まってない。やばい、ちょっとカイリー、カイリー、M ちゃんとかいないかな。 M ちゃんとはどう、 M やらせようかな。あー、前髪パッツンにして晴れさせてもらうか。カイリー、でもちょっと M ちゃん髪短いからな。やばい、楽しくなってきた。あ、カイリー、ネネちゃんのコーヒーカップバルーンやってもらうか。やだ、ちょっと、まあさすがに目立ちすぎか。バランスをね、大事にしたくはあるので。いや、考えよう、後で。これ誰かやってほしい。ウルフやん。ダメだ、諦めた。アイリちゃん。お預けか。あ、違うわ、あのオリミックさんしか見てない私まだ。あ、これ、あ、心躍る乙女の羽衣の方のミク、ちょっとカイリーやってほしいかもしれない。これできるかな、これできるのかな。いや、目立ちすぎか。え、わかる、レイちゃんとかもね、悩んだ末にまだ決まってないんですけど。あ、そういえばそうだ、あ、うわうわうわ、よい、ちょっと待って、どういう髪これ。うわ、これカイリーやってほしい。カイリーは変な髪型が似合うんだから。あ、でもさ、この夜桜の、まあ、遠いみたいな、このニゴミクのこのお団子ヘアもやってほしいよな。誰か、誰がいけるかな、誰がいけるかな、これ。お団子、でもさ、お団子さ、踊った時に崩れちゃうかな。いや、踊らなくていいからこれやれって言おうかな。誰が似合うかな。意外とナナミとか似合いそうだな。考えます。まあちょっとすいません、ちょっと考えますね、考えます。ちょっともう時間ないんで、ということで、すいません、怒られちゃう、早く寝なきゃいけないのに。考えます、頑張ります。よし、皆さん明日生誕祭よろしくお願いします。 DMM でもぜひ楽しんでください。私が一番楽しみにしている。よし、壇上読みます。ギフトありがとうございます。13位ゆかおしじいさん、12位えいたろうさん、11位たまひろさん、10位ベロさん、9位とうごさん、8位しんいちさん、7位しんごさん、6位突破球さん、5位マスルさん、4位ひよりげたさん、3位よったさん、2位いちたさん、1位埼玉高校屋さん、ありがとうございます。ありがとう、ごめん動かしちゃった、ちょっと水飲むわ。ネイルはね乾いた、多分これ。
急に何かがついた。取れたかな。うん、あ、分かんない。うん、ふんふんふん、あ、取れた。なんか口についてました。アンケート忘れずにありがとう。それでは、じゃあみんなありがとうね。また明日楽しみましょう。楽しみましょう。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバイ。